ンテストスピーチレッスン講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はコンテスト当日に緊張してしまって頭がぶっ飛ぶんですっていう方のために、緊張を簡単に取り除く方法というものをお伝えしていこうと思います。緊張ってなんですると思います？私はね、もともとそんなに緊張するタイプではなくって、心臓から毛が生えてる感じなんですで、ほとんどの方はね、やはり緊張してしまうっていう言葉はよく口にされます。で、これなんで緊張するのかっていうのをちょっと考えてたんですね。で、まあ私もともと脳機能科学とかの講座をやったりとか講師をやったりとかしてるんですけど、まあ、その中の感覚で言っても、緊張ってまずは2つ大きな理由があるかなって思っていて、1つ目はよく見せなきゃいけない、ちゃんとしなきゃいけない、まあ、要はカッコつけてるんですよ。ありのままの自分ではなくって、失敗したらどうしようとか、ちゃんとやらなきゃいけない、やらねばならないとか、グランプリ取りたいとか、なんかそういう、こう雑念があるんですよ、心の中に。で、そういうのがあるとね、やっぱり、まあ、例えばグランプリ取りたいって思って行ってる人って、グランプリを取ることに必死になってるので、そのためにはちゃんとやらなきゃいけない、かっこよく喋らなきゃいけない、説得力ある喋り方をしなきゃいけないみたいな感じで、まるまるしなきゃいけないっていうふうに思っている方が多いんです。で、まあ何にも思ってない方、雑念とかドロッとしたものを持ってない方っていうのって、本当にそこの場を楽しんで、自分がこう積み重ねてきた練習を楽しんで、ブラッシュアップした自分の状態でありのままで話そうとか、ありのままでウォーキングしようとかいう気持ちから楽しいに変わってはるんですよね。ライト浴びて気持ちいいとか、ウォーキングすごい頑張ったからこのランウェイ歩いてるのが気持ちいいとか、着慣れないドレス着てなんかちょっとテンション上がって、なんかイケてんちゃう私みたいな感覚になってはったりとかで、やっぱりそういう方の方が緊張はしてないです。まあ、その場を楽しんでくださいっていうのってね、どうやって楽しむのみたいなのもあると思うんですけど、とにかくカッコつけるとか、ちゃんとしなきゃ、まるまるせねば、グランプリ取りたい、あの人よりうまく話したい、なんかあと何があるやろう、あのねウォーキング講師の方とかアナウンサースピーチとか、ちょっと肩書きを持ってらっしゃる方って、自分の生徒さんがいたりするんですよね。そうすると生徒に格好がつかないから、何かタイトルが欲しいとか、なんかそういうことをまずは一旦横に置く。もうそんなことはね、本当にどうでもいい、しょうもないことなんですよ。で、そんなことよりもブラッシュアップして大会に向けて頑張ってきて努力を続けてきた自分が舞台に立って、そのブラッシュアップした自分を皆さんに見ていただく、またはブラッシュアップした自分で自分の思いを公言するっていうためのステージだと思っていただいたらいいんじゃないかなと思っています。そして2つ目の理由が、圧倒的に場数が少ないというやつなんです。まあ、経験がないんですよ。で、コンテストってね、ほとんどの方が初めて出場しますっていう人だと思います。まあ、最近本当にね、コンテストが多いので、ごく一部4回目ですとかね、去年もなんか出てましたとかいう方たちもいらっしゃるんですが、まあ、ほとんどの方が初めてのチャレンジだと思います。ってなるとね、場数が少ないんですもうこれはしょうがない、しょうがない話なんです。でも、その初めてのチャレンジの方の中でも、例えば講師をされているとか、学校の先生であるとか、何か
こう人の前で話すっていう機会が多い方たち、あとね営業さんとか結構ね緊張しないんですよね。でそういう人って人の前で喋るということに慣れてはるんです。ただそれだけなんです。で会社員さんとか主婦の方とか、まあ、パートさんとかでもあんまりこう人前で話す機会がないという方たち、発表する機会がないとかっていう方たちはすごい緊張してはったりするなと思ってます。まあもちろん人にはよりますよ。でもやっぱり圧倒的に離れしてないので緊張しはるという感じなんですね。なんでコンテストまでの間に、例えばね、私が昔やってたのは、私もコンテスト出たんですね。でその時は駅前でスピーチをしてみたりとか、友達を並べて友達の前でこうスピーチをしてみたりとか、とにかく人の前で話すということに慣れる努力もしてました。こんなに緊張しない私でも。なんでいや本当にね、私緊張の気の字を知らなくって、多分そういう感覚がないんですよね。でももちろんもっと細かく言っていくと、そもそも緊張って自分が勝手に決めてるだけで、多分私の高揚というのは、高揚感は皆さんが言う緊張と同じ種類なのかなって思ったりもしてるんですけど、まあ、その話もまたいつかしますね。で今はちょっと横に置いといて、まずは離れをしていただくって思ってらっしゃるよりも、たくさん経験をしておかないと、当日100人200人の前で話すってなると結構な緊張な嵐が押し寄せてくるという可能性も高いですと思っています。なんでまず緊張を簡単に解く方法というより、緊張しなくなるためにはまずはカッコつけの自分を捨てる、そして場数を踏むっていう、この2つはすごく大事かなと思っています。あとね、もう1個あったので追加します。緊張を手放す方法3つ目、圧倒的に練習が足りないんです。もうそれは大きい。練習、自主練とか先生について練習するっていうことをものすごい積み重ねてきてる人って、確固たる練習量による自信って出てくるんですよ。やってない人ほど緊張しますって言ってます。自信ないとか、そらないわ、やってないもんって私はいつも思ってます。でやっぱり過去の生徒さんたちとか、世界大会に行かれた方とかいらっしゃるんですけど、その方を見てても尋常じゃない努力をしてはった。毎日スピーチレッスンもしてたし、ウォーキングもやってはったし、自分でスタジオを借りてウォーキングのレッスンしたりとか、スタジオを借りてスピーチのレッスンをしたりとかっていう感覚なんですよ。でそしてパーソナルレッスンもめちゃめちゃ申し込んでこられてました。で大会の前日の夜、スタジオラスト10分っていう時にも LINE が来て、最後の1回でいいから見てくださいって言って、最後の1回もオンライン、LINE のね電話にして、何あれテレビ電話みたいなのにして、最後1回通しで見てチェックして、もう1回歩いてって言って、もう1回歩いてスピーチまでやって、立ち位置まで変えるっていうことをやって、よしそれで行こうってなって世界大会出場みたいな、ほんとねそんな感じなんですよ。でタイトルを取る方がそうだというわけではないんだけれども、もちろんがむしゃらに練習するっていうことも、まあ、どうかなとは思うんですが、やっぱり圧倒的に練習量は多いです。でそういう人は緊張っていう枠飛び越えて、高揚とかテンション上がりきってもズバ抜けてマックスまで行ってますみたいな方たちの方が多いなという印象は受けてます。今日はその緊張してしまうという方にね、まずは手放す、そして場数踏む、そしてびっくりするぐらい練習するっていう、この3つをやってみられたら今の緊張度合いよりはだいぶ減ってくれるんじゃないかなと思ってお伝えしました。頑張ってください。